ビジョンかけてよ、言えなかった。みんな怖くなればいいと思うよ。うん、みんなもこの怖さ体感すべきだし、本当にもう私だけ怖くてさ、もう理不尽だし、ダメだ絶対。うん、本当にもうみんな楽しむべき。うん、みんなでも引き続きやって、これやっぱ可愛い結婚式つー可愛くねえから。でもね、この分かった、この山越えたら寝よう。多分ここにビビリポイントが来るでしょ、おそらく。いや、来るはずだ。来なきゃおかしい。行くぜ。もう怖いからさ、なんか中の電車に流したいけど、ちょっと離れるね、離れるね。行くぜ、行くぜ、ほら行くぜ。食べないのから始まってる。寝ないの使えていなかったのだ。普通の君はいるぜ、あそこの名前でも絶対せえ。お邪魔しまーす、お姉ちゃんですね。だと思ったけどさ、マジさ、そんなことが思うと思ってなかったっけさ、マジさ、マジちゃって油断したっけ、ほんと、マジもう、もう、ははんは、別に、ビビってないよ。うん。室内の見回す、入った部屋は今らしく、部屋の中央にちゃんまい、歌舞伎の目は何でも休めた。みんな音あげようか。楽しむといいよ。俺離れてるから。どうしたらいいんだっけ。待って、ごめん、前やった記憶が思い出せない。どっちだっけ。もうバカ。147番線、部屋真っ暗で犬の操作を見ることが怖くないように。強いな、本当に。そういう人のところに行く。大丈夫です。もちろん、はい。148番線、闇の油の方が怖い。こっちの方が明らかにいいかな。もうみんなの怖いの記事おかしいよ。もう149番線、今日の終わりまでお供するね。よいしょ、頑張るね。うん、頑張るね。うん、you
ば書いてください。最近夜高熱が流行ってますね。どうぞ気をつけてください。若子のせいかしら。不吉なことを書くのはやめましょう。ただの風邪だわ。それにが助けてくれますよ。